こんにちは。姫のボタンを紹介しましょう。姫のボタンは、のボタンか、姫のボタン属の多年草で、通常、里山の少し日当たりの良い、湿り気の多い道沿いの土手、のり面、また、平地では、用水路の土手付近で見かけます。種子島での開花時期は、8月から9月で、花茎の先端部に、糖化を1から2個つけます。花は、紅紫色で、直径 2.5 から3センチの4弁花です。種子島での姫のボタン、どこでも見られるというものでもありません。自生箇所は、ごく限られていますよ。ところで、姫のボタンの花言葉は、優雅です。姫のボタンの、優雅で、可愛く咲いている様子を、しばらくお楽しみくださいね。種子島での姫のボタンの開花状況いかがでしたか？絶滅危惧植物にもなっています。大切にしてあげてくださいね。では、またお会いしましょう。